単純な横パスミスってあなたプロでしょみたいなとこから始まって、できないでしょここみたいな。今日はなんかこんな感じです。何すんの？今日ですね、文賀さんについていろいろ聞いていこうかなって思います。ちなみに多分このチャンネルの方はほとんど多分文賀さんのことをご存知だと思うんですけど、知らないっていう、結構僕もドンピシャな世代ではないんで、あの時の話だったり、やっぱ国さんしか知らないエピソードとかもいろいろちょっと聞いていきたいので、ゆるく語る感じで聞いていければと思います。文賀に怒られない程度にね、よろしくお願いします。ちなみにこう文賀さんとの最初の出会い、まず俺もそんなにサッカー選手詳しくなくて、昔の選手こういう選手いるよとか、現役時代に俺サッカーあんま見てないん で昔からずっとサッカーしてるわけじゃないじゃない、中学校ぐらいからだから、そんなにね、しかも四国にいるからサッカーがすごいニュースでやってたっていうのはないから、昔 SNS とかないですか？ないから、サッカーを触れ合う機会とかもなくて、プロになってサッカーを見てるかって言ったらそう見てなくて、ドゥンガって言ったのを知ったのはその94年のアメリカワールドカップとか、ブラジル代表が優勝したキャプテンだったというので、もう強烈に覚えたわけ。俺が95年に入団してボランチに転向を夏にしたのかな。福西さんがですか？そう、自分がね。だからボランチっていうポジションもそんなに、そのポジションを変更した時に勉強したというか、学んだというか、っていうところからなので、ドゥンガっていう選手自体をめちゃくちゃ知ってるかって言ったら、そこが強烈なインパクトだったと。それで95年自分が入団してボランチになってて、もう自分のことでもういっぱいいっぱい、もう自分がじゃあどう活躍するかとか、そうそうそう、しかもジュビロ磐田が中山さんとか七海さんとか藤田さんとか、もうすごい選手が周りにいるわけよ。その人たちがすげえってなってんのに、95年の夏に、そしてそのドゥンガが移籍してジュビロ磐田に入ってくる。じゃあ福西さんがジュビロに入った後に、95年に俺は春に入るじゃん、ドゥンガはだから夏移籍だから、夏になる、海外だから9月以降の契約っていうか、移籍市場が夏だから、夏と冬か、でその夏の時に契約切れるのか移籍なのか、その話は俺もよく分かんないんだけど、ドゥンガが来るって言って、その夏に俺がフォワードで入ってる、ここでコンバート、要は同時、福西さんがボランチになったと同時にドゥンガが入ってきた、うわーってなるやん、っていうのが最初。どうやって会いましたかとか覚えてない、入ってきた新入団選手ですみたいな。俺がたまたまトップに上がって、ボランチになってからトップの練習行けるようになったから、そこまでだからトップの選手に会うは会うけど一緒に練習することないから、でジュビロの環境がトップとサテライトが2軍で分かれてるんだけど、はい、まず触れ合わないのよ、環境がこっちはめちゃくちゃいいっていうか、俺らは自分で洗濯、荷物運び、ボール運び全部自分でやるっていうか、その施設練習場も別々だし、飯どころも別々だし、寮の控室もないし、トップにならないとイメージされているプロの生活ではないわけだから、そういうのがあってトップの選手と交流しなかった人がよ、夏にトップに上がりましたって、その人たちで交流ことする時点でも俺はうーわーってなってんのに、そうですよね、文化が来てうーわーってもうなんかちょっと覚えてない。でそこで出会ったわけじゃないですか。出会った。どんな印象でした最初？普通の人だな。サッカーしてる時はすごいっていうか、テレビに見たらすごいやん、実際見たら普通の人やんっていうか、オーラはすごいよ、うわ俺らが見てるテレビのうわドゥンガやっていう、だけどパッと見たらもう普通の人やん、体格にしてもムキムキでもないわけだし、すっげえ高いわけでも速いわけでもっていう、そこから多分最初に会ったのは普通の人みたいな印象だったんですけど、すげえって思った瞬間とかって何かありました？ボール蹴った時だね。これってこうみんなよくテレビで見てすごいなってスタジアムで見てすごいなとか、実物見てすごいなっていうのと、体感した時の違いって、分かるかな、伝わるかな、このその時のね、キックの質とか、存在感とか、言ってることとかが、うわーってなったね、もちろんその時にさ、ファネンブルグとか、スキラッチとか、そのもちろんね、その中山さん、七海さんとか、藤田さんとか、めちゃくちゃうまい人がいて、その時点ですっげえと思ってた、俺は。だけど、ドゥンガってなった時に、またそのね、違った存在感っていうか、これ優勝してたからなのか、ワールドカップのキャプテンだったからなのか、落ち着き感っていうか、それか自分がボランチをやったことでもう、リスペクトがすごくなっちゃってるからなのか。キックとかの質も違う、もう質もやっぱ違うなって。自分と比べてもちろん全然違うし、でも速いわけでもないし、足がね、すっげえ体力あって、軽やかなプレーするわけでもないんだけど、その安定感たるやん。すげえなって。他の人にないそんな感じで覚えてるか。結構ドゥンガさんって、怒るというか、みんなに厳しく当たるっていうイメージ。そうだよね。
なんですよ、うん、その時に向こうの言語で話されるんですよね。最初はもうポルトガル語と英語か、だから英語を言ってくれようとしてくれる。そうなんですね、うんうん、彼もやっぱりいろんなところでチームでね、ドイツとかイタリアとかもやってるから、海外でのプレーみたいな、うん、コミュニケーションみたいなところは結構あって、そう、海外ね、ヨーロッパかな、その辺ちょっと俺も覚えてないけど、ヨーロッパでやってることもあるから、うんうん、海外の言語っていうことをやっぱ英語を共通的にまた使うわけじゃん。で、喋ってる。その時も福西さんは伝わりました、何言ってるかとか。ああ、それは分かる。あと通訳引き連れてきて、バー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 って言って言われたりするから。どんなこと言われたんですか？全体的に言うと、彼は同じミスをするなって。一回ミスするって、それはね、誰でもある。だけど、同じような状況で、同じような工夫もないミスっていうか、そういうのにはもう、ものすごいもう怒る。これはね、ずっとそうだったな。最初のうちは特に俺はさて怒られる話だったから、単純な横パスミスってあなたプロでしょみたいなとこから始まって、できないでしょここみたいな、俺らがなんか小学生とかに言うようなことだよ小中高とかに、いやいやお前できないんだから焦らずちゃんとパスしろよみたいなことをうわ言われるわけだ、プロになって。でそこから始まり、やっぱそういうことが俺も成長少しずつしていくことによって、こういうことあんだろう、こここうだろう、ポジションこうだろうつって、なんか肩もたれてこう練習中にここだろうって、この時はこうだろうみたいな、あーなるほどっていうのもあるよ。だけどなんかもうこうやってこんなになってるわけやんかってその時福西さんはおいくつだったんですか？19になる時か。19歳、二十歳にもなってしかもプロになって、もう自分が頭いっぱいなんだけど、ボランチをやります、じゃあボランチの勉強しなきゃいけない、知識入れなきゃいけないって言った中で、俺は手本がここにあったから、その時ってその偉大さとかってなんか実感湧きました？すげえなと思った。やっぱりテレビで見て軽やかにしてたりとか、見せてくれる人って確かにすげえ、でも自分がそれはできないから、見てる分にはすげえ、だけど真似しようと思っても自分はできないってなった時に、ドゥンガというお手本がそこにいた、それは真似できるなっていうのが多いわけ。足細いし体力ないし、でも技術の差は雲泥だけど、あとは知識かっていうのは真似できるっていうか、お手本になるな。ドゥンガのようにシンプルでしっかりとポジショニング取って周りを見てっていうことは真似できるなっていうのが最初というか、だからずっと見よう見まねで真似ばっかりして、そこが最初。でも相当言われたよ、体もこうやってやられるわ、もうここに顔あるわ。だけどそれはね、本当に愛情があって伝えようとしてくれる、こんなプロになったばっかりの自分とかでも、もちろん俺がもうこう名前挙げてすごい人たちにも一緒の、このチームを強くするっていうのと上手くなれっていうか、そういうものを教えてくれる先生的な、兄貴分って言ったら失礼かもしれないけど、先生から兄貴からこうなんか全部やってくれるような。じゃあその中で一番思い出に残ってるエピソードとかってあります？やっぱ怒られてたからなのか、褒められた時にものすごい嬉しいっていうか、それが自分の成長が分かる。どういう時に褒められたんですか？例えば自分で怒られたと、ミスして怒られた時に、自分でいろんな工夫をしてプレーがうまくいって点取れたりとか、いいボールを彼に渡したりとかした時に褒めてくれるんだよ、うん、そしたらあーっていう、今にも通ずるっていうか、全部褒められてたらその褒められる喜びっていうのは減る気がして、ちゃんと愛情のある怒られ方よ、理不尽じゃなくて、うん、なんか愛情ある怒られ方をしてできた時の褒められた時ってめちゃくちゃ嬉しいっていうのが一番最初に本当嬉しかったこと。何もできないから試合出たとしても、うわぁ、どうしよう、みたいになったら、うん、取ったら早い、取ったら早い、もう周り見る、ゴール見るより、ドゥンガ見てたもんね。で、渡してどうすんだろう、渡してどうすんだろう。だから、折り返してくれるって、なかなかない。この、ヴィッセルの山口ホタルとした対談の時に、ホタルが、イニエスタからパスをリターンされた時に信頼されたって言ってたんだけど、それがわかる。あー最初はもう渡して帰ってこないと、ボランチのポジション取らなきゃいけないし、どういうことするかわからないしっていう最初だったから、ミスしたら怒られるし、こんな距離でも渡してたよ、置いてたこうやって入って、ぐらい。それが帰ってきたりとかしたら、そうそう、帰ってきた時に信頼されてきたとか、自分が成長したとかっていうのを実感する時がやっぱ一番のエピソードだったのね、うん、俺にとっては。あとはやっぱ優しいから、あと家族思いだったし、練習の時は厳しかったけど、練習終わってからものすごい優しいっていうか、すぐにご飯行こうぜみたいな、こうパーティーするじゃない、向こうの人。はい、そうですね、シュラスコパーティー、うんうん、そういうのをすぐに誘ってくれたりとか。そしたらドゥンガがさ、一番のエピソードが、あ、これ一番にしようかな。ドゥンガが、まあ、サラダあるじゃん、結構で取り分けとかを必ず、だってさ、俺ら若いやつがやるじゃん、やりますやりますみたいな、はい、やるなって言って、
奥さん方もこうやろうとするけど、もう家で休んどいて、こういうシラスコは男がやるもんだ。で、男の中の若いやつら、俺らがやりますよってなるじゃん。そしたら、もういい、呼んだのは俺だから、サラダあろうよ、ドレッシングってあるじゃん。バルサミコとオリーブオイルをさーっとこれしようで、わーってあえるもん。俺がだから田舎者なのか、それを知らんかったから。うわこんなにうまいんやって言ってから、俺バレサミコとオリーブオイルで代表入っても、まあ、毎回そうやった。それが一番の俺のエピソード。そういう思い出があったんですね。思い出、サッカーのことも学んだけど、オリーブオイルとバレサミコのサラダがうまいっていうじゃあ兄さん、最後なんですけど、いろいろ今までお話聞いたんですけど、文化さんが日本サッカーに与えた影響だったりだとか、教えてくれたことをちょっと一言とかで言うと、どんなことがありますかね。俺も世界レベルを体感させてくれたっていう。98年にワールドカップにね、日本が出ましたよとか、でもちろんそれはそうだし、でもやっぱ身近に、まあ、俺らで言うと、まあ、スキラッチもそうだし、マネンブールがあって世界のクラスだし、ウンガとかもそうだけど、そういう選手が当時そうだったでしょ。 J リーグができて世界で優勝した、ワールドカップで優勝した、ワールドカップに主力で出てるっていう人が J リーグに来てて、世界基準っていうのを教えてくれた。そこに向かって俺たちは努力できたし、これだけ足りないんだって思えたし、基準にさせてくれたのはやっぱ彼だ。で、俺は特にボランチとして、自分ができるボランチとっていうところの基準を定めてくれた。なので、俺を戻るのがいなかったら、今いないし、そのタイミングじゃなかったら、まず成長できてないし、すごいありがたい人の一人。その人たちのおかげで、日本サッカーもレベルがぐんと上がったし、個人の選手もめちゃくちゃこう上がる。やっぱ一緒にやっていくことによって、成長の度合いが全然違うっていう、そういうのをもたらしてくれたんで、貴重な人です。ありがとうございます。でまたなんかこうドゥンガさんについてだったり、まあ、その当時の今いろんなこう有名選手とかの名前もちょこちょこ出てきたので、クリーさんが関わってきた当時の外国人レジェンド選手みたいな話とかも聞きたいなと思うので、そうだよね、またそういう話もしようか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。